観光看板会あるマ駅は、北海道川上郡渋茶町あざ、骨太郎原の北17線にある、北海道旅客鉄道線も本線の駅である。駅番号は B59。電報略号はかぬ。釧路湿原の東端に位置し、単調が来る駅として知られる。これは1964年に発生した水害により、営像地を失った単調に駅員が絵付けし始めた。 ことに由来し、駅長の交代時にも事務引き継ぎ事項として餌やりが明記されていた。餌付けは無人駅となった今も、地元町民や駅前の民宿の手によって引き継がれており、運が良ければ駅や車窓から単調を、また冬には大白鳥を見ることもできる。1977年の茅沼駅と周囲約500メートル範囲、上が網走方面。 釧路出現の北端の駅の一つ。シラルトルコ北部の開拓地。現在では駅を含めてこの一帯は、国立公園内の普通地域という若干の制約がある地区になっている。駅舎側の単式ホーム一面一線と副本線。駅裏釧路側に引き込み線がもう一本あるはずだが、不明瞭でこの写真ではわからない。後に無人化に合わせ、副本線は、 釧路川分岐が切られれて引き込み線化された国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成1973年に国鉄北海道総局が発行した北海道駅名の起源ではもともとこの地は二つ山といったところであるが駅の付近一帯は茅屋の群生する沼地で駅名はこれによったものであると紹介している これについて、アイヌ語研究者の山田秀蔵は、知らるトロコのことをカヤぬとしたのではなかろうかと推測している。単式ホーム一面一線の地上駅。かつては副本線や側線を有していた。釧路駅管理の無人駅となっており、駅舎は三角屋根のログハウスとなっている。改築前の駅舎は木造駅舎であった。ラムサール条約登録地釧路出現のエリア内の駅。 ありがとうございます。